ャンリュク・ゴダールという映画作家のお話をしております。で、彼がですね、映画史という、ね、非常に巨大な、まあ、万華鏡のような作品を作っているのですが、その中でですね、まあ、こういうふうなことを言っているんですね。つまり、映画とは何か、それは Nothing、 つまり何者でもない。では映画は何を望むのか、それは Everything、 つまり全てを望むのか。では映画には何ができるか、それは Something、 つまりちょっとした 何ほどかのものだということです。逆に我々はですね、その彼が映画について言ったことをアートについて、あるいはアーティストについて、一般化して、でアートとは何か、それは何者でもない。しかしアートは何を望むかと言われれば、それは全てを望むと言わなきゃいけない。でその結果、アートに何ができるかというと、まあ、何ほどかちょっとしたことができるというふうに、言い換えることができるというふうに思います。でその中で、まず第一にですね、言いたいことは、自分は何ほどでもない、アートとかアーティストとかいうものは実際今のところは何ほどでもないという認識から出発しなきゃいけない。自分のそのアート、自分の小さい世界というのを一回壊すというところから出発してほしいというふうに思うんですね。しかし第二に、そこでじゃあその自分は何者でもないから萎縮して終わりかというと、そうではない。何者でもないからこそ全てを望むんだという野心を持っていただきたいと思います。でこのように一方ではですね、まあ、自分は今まで絵が上手いとか何とか思っていたけれども、そんなものはどうってことないんだと、自分はゼロだと一回認識すると同時にですね、そのゼロである自分が、全てを、要は無限を望むのだ、全てを変革することを望むのだという野心を持たれたときに、まあ、その狭間でですね、皆さんが何ほどかのことをなしで、私を、ここの教員が全てを、さらには世界を、大きく驚かしてくれることを確信して、最初の挨拶というふうにしたいと思います。はい、狂気イコール主体の分裂、芸術創作室。狂気をその身にはらんだ倫理的狂人芸術家、藤岡隆之。恋人を仰ぎ見る女の目の輝きは、文字通り夢のように美しい。詳しくはウェブサイトで。バイ。